今 LINE にね送ったんですけど、うん、マネタクが他人を尊敬するポイントはっていうお題で、うん、A から G、 A 自分より酒が強い、 B 自分より仕事のレスポンスが早い、 C 自分より体を絞っている、まあ簡単やろ、まあ、筋肉ということね、はいはいはい、D 自分より知識や教養が豊富、うん、E 自分より会話が面白い、はいはいはい、F 自分より人脈が広い、G 自分にない才能がある、あ例えば音楽とか、まあ、アートとか、はいはいはい、なるほどな、難しい、だから橋君はここ尊敬するなっていう、いやむずあとは順番だな、むずで基本は他人もまあ、うん、イメージちょい仕事寄りな感じ、なんていうの、恋人とかよりは、うん、確かにね、じゃない感じ、うん、ちょっとこう同業者とか、同業とか人、そう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 、仕事の感じもするね。むずー、やりたい、もう早く言いたい、早く言いたい、ちょっとこれかな、ちょっと待ってね、あるある言わせてて、いやでもめっちゃ冷静に考えた。はい、俺もう10年ですからね、3人とも。じゃあ俺からだな、まあさあや最後で、なるほどね、いいですか、じゃあ俺から、俺3位から Fまあ、ちょっと上げていくわ。F、E、B、3位から順に。F、自分より人脈が広い。あ、これじゃないか。うん、E、自分より会話が面白い。B、自分より仕事のレスポンスが早い、うん。という順になってます。はいはい。まあ、要はマネタが仕事人間だと思ってるから、うん、仕事の能力に一番尊敬のポイントが出る気がしてるのね、俺は。仕事ができるゆえにね。そうそうそう。で、一番の B、だ仕事のレスポンスが早いっていうのが、多分マネタクも一番こう、なんか、それだけは負けないって思ってるような気がするし、うんうん、めちゃくちゃレスが早いし、ハッシュタグは。レスっていうか、仕事がとにかく早いから、ハッシュタグが自分より早い人を見たら、あ、こうならなきゃって思うんじゃないかっていうところ。で、E の会話が面白いは、なんかね、仕事と離れるようだけど、でもまあ普通にマネージャー職というか、この業界だったら、シンプルにコミュニケーション力に直結してくるから。なるほど。で、ハッシュタグはね、やっぱ、普通にお笑いサークル入ってるのもあって、面白い人に対する尊敬とか、ずっとあると思うね。はい。ハッシュタグ自身が面白いし、だからハッシュタグより面白いってなると、うおーってなりそう。なるほど。っていう自分より人脈が広いも、ハッシュタグはもう、ハッシュタグに誰かの名前出したら、ああ、なんか知り合いいるわって感じで繋がれるから、より自分より広い人見たら自分もそれぐらい頑張ろうって思うんじゃないかっていう発色はね。 F E B、 そう、3位から F E B で、上から B E F です。割と仕事軸ってことね。仕事軸だね。人生の方がいいな、さやみたいなのちょっとはずいな。なんかそのなんか、うん、今って感じする、ね、って感じする。なるほどね。タイムスリップとかの方が、はいはいはい、確かにね。まあ、いやでも見てる人からしたらめっちゃ面白いと思う。うんうんうん、このお題。酒が強いわ。だからこの側は外したな。なるほど。逆に、うん、あ、どうぞ。西田、俺行こうか。西田から見たマネタク。A、G、E。あ、全然俺と被らない。被らないか。A は自分より酒が強い。あ、酒ね。いや、まあ。まあ、なんか自信あるんじゃないかな。お酒の強さとか。と、俺は思ってるので。まあ、俺から比べたらだいぶ酒強いし。3人は入れると。そう。し、やっぱその酒が弱いという点で俺をすごく見下してる気がするんだよ、うん、それはやっぱその裏返しだから、はいはいはい、逆に強かったら、そう、自分より強かったらリスペクト、そう、リスペクトあるんじゃないか、うん、で、G は、うん、自分にない才能がある、うん、なんか、例えば、うんうん、あのフライヤーを作ってくれる人とか、はいはいはい、まあ、ライさんのライブ見に行ったりとかの時の、うん、なんかこう自分ができないことをやってる人へのリスペクトみたいなのがなんかやっぱあるんじゃないかなっていう気がする。いや、俺、それは俺思った。で、E はやっぱ、あの、お笑いサークルってのももちろんあるし、面白いはやっぱ一番、基準の中で高いんじゃないかなというイメージ。変わってくるな、二人だけ。違うね。何も分かってないっすよ、二人は。あ、あら。じゃあ、サーヤの。3位。はい、E。あ、E。あ、面白ね。面白ね。D。あ、D が出てきてないね。E、まず E。E。自分より会話が面白い。うん、
まあ、基本面白いから、うん、その真似たくは自分は面白いの感性の中で、うん、やっぱ人をそこでこう見分けれる力があるはず、うん、逆に言うと、うん、その面白くない人を見極める力もある、うん、あるあるある、この人と関わらない方がいいとか、うん、この人は面白いから付き合ってていい、ちょっとこう自負になってもとかも、うん、多分感性として軸にある、いやあると思うよ、面白い、やっぱ関西人も入ってる、うん、で、D、自分より知識教養が豊富、これは、うん、多分そのこれ以外の部分は、うん、1位だから、自分が、はいはいはい、酒の強さ、レスの速さ、うん、ね、人脈、うん、これは別に自分はもういや勝てますよって思ってるはず、なるほどね、1位だから別に同じようなやつとかちょっと上のやつがいても関係ないっていう、その上のはず、あーなるほどね、それがかなり自分が下の方だと見積もってたら、そうか、あ、すげーってなるけど、真似たく知識教養ないもんな、晴れるもんそ, で、ね、そんな時間じゃない、その偏りが激しいから、その知識の、そうね、そんな時間じゃない、衛星ジャンプと野球だけやばす、偏りやばすよそしたらドラマでも好きなことはとことん知識あるんですよ、確かに、逆に好きになってないものの知識とかがないから、うん、そこに対するリスペクトちょっとあるのかもなっていう、うん、なるほどね、部分でも G を1位にしたのはやっぱそのあのキャッチボールやらせるような人間ですから人に、うんね、スポーツ以外の部分に対してって、うん、その手が届かない何かっていうか、はいはい、自分が今までやりたいと思わなかったものに対しての敬意とかがある気がする。なるほどね。はいはいはい、はい。これ以外は逆にもう持ってる。持ちすぎてるから。なるほど。嫉妬しないんじゃないかなと。なるほど。から、そっか、持ってない。そのね。ああ。っていう組み立て方。これで GD が来たらはずいぞ。あいつも。ドンピシャだな。いや、これじゃあ3位から。いや、頼むわ。これ当てたい。1位からでもいいかな。でもいいよ。いいよ。一番上は。いいです。おお、すごい。まず、みんなのみんなの。みんな可能性がある。まず、まず単勝だ。単勝だ。単勝だ。単勝、単勝、単勝。もう、ね、これはもう、ダントツです。もう、そう。正直、話面白い人は、うん、もう、バリ尊敬してる。ああ、そうなんだ。これそうなんだ。でも、仕事できるにもちょっと近いかもしれんけど、そうだよね。この仕事上、やっぱ、ね、話面白い人が、うん、すごいリスペクトある、まあ、昔からやけど、うん、いやこれいい、これでもみんな入れてるね、やっぱ入れてますね、俺はまだ3連単のチャンスもあるな、あるな、確かに3連単これ来たぞ、まあ、で、はい、G、 怖い、あ、うわっ、あ、これ俺3連単、3連単あるぞ、まず、いや俺も3連単がある、私2人とも2個来てる、西田はもう3、あ、でもワイドはお互い当たってんだから G です、ワイド以上、ワイド以上だ、西田だけ3連単がまだ、3連単まだ、もうね、やっぱりすごいな、すごい才能やなって人に、うん、もうめちゃくちゃこう、なんていうやろうな、全部をこう捧げたいって思うから、ただうわ、これ才能があるだけじゃないっていうのは、会話がちゃんとしっかりしてないとって思うので、2位なんだ、なるほど、ね、そう、はぁ、だけじゃない、才能よりはまずは会話やろってので会話が1位、なるほどね、うわ、面白い、なるほどね、そう、なるほどね、すごいな、西田だけ、これでも流れ的に D っぽい、 D っぽいや、うわー、そしたら3位、酒の強さ、結局酒かすが抜けないで、3位は、うん、C です、うわ、うわー、 C は C、 体なんでこれは C です、大穴かい、大穴じゃない、大穴、いや大穴でもなんでもない、あのこれはもう一回お前センスねよ、まあ、違うセンスねよ違う、一回大会に出たら確かにね、これはもう3位内に絶対入れたいと思う、もう正直体とかボディービルに大会に出てる人らが一番すごいと思ってる、もう正直言って思ってるから、別にでも、はい、仕事上で1位かって言われたら確かに1位じゃないけど、でも、あれに出たらね、あの大会の上位に入ってる人らをリスペクトしてないかって言われたら、そうじゃない、ほんま1位にしたら、あの大会でかいよ、出た人しかわかんないんだと思うよ、確かに、水抜きやったりとかね、え、これ何点だ、サーヤが、サーヤさんワイド、いい字や、そうだね、点数プクプクっていう2点、またプクプクだ、で、西田はいい字やってたから2連単3点、おー、すごい、で、俺は0点です、0点かい、0点、N 曲N 曲
ゼロ点。いや、寂しかった。やっぱ人脈とか、そのレッスンの速さとかは、自分に才能がないからこそ、そこだけは負けたらあかんっていう。なるほど、そういう、あれなんだ。なんか、それぐらいは別に才能とかなしにやれるやろっていう、その、はい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 、朝早く起きるとか、そんなんは余裕やろっていう。なるほどね。なるほど、ね、そうやな。自分にない部分に、そこ別に重きは置いてない。誰でもできるからやってる。はいはいはい。ラストちょっと、さやか西田のお題、今みたいな。さやかでいいんじゃない？じゃあ、さやのやつ。一応こんな取り込んだって恥ずかしいよ。三連単でお前ライフのゲームで取り込はず買おっかなマジで。サイン入れてくんないマジで。おいおい、もうワーキャー、誰がワーキャー作家だよ。転売すんじゃんこいつ。いい、西田A まで入れていいから。西田A まで入れていい。サーヤ向けのお題は、サーヤが移動中見たくなりそうなネットフリックスのドキュメンタリーのタイトル。うわぁ、絶対行きたい、これは。これすごいテーマだな。タイトルない。7択？ 7択。作ったの。俺が、すごいなぁ。お前寝ずに考えたで、お前。オタクやろ。オタクすぎるだろ、俺。私が楽しむ、まず。で、もちろんないやつね、実際に。確かに確かに。俺が考えたないドキュメンタリーのタイトルを7個考えたんで、上から読んでいきますよ。 A 強豪高校サッカー部の部室、これサッカーに青春を捧げた高校生たちの部室に定点カメラを置いてリアルな1年間に密着した高校生、はい、しかも全国大会出るようなサッカーに高校3年間かけたこの1年間に密着したドキュメンタリー、はい、B 宇宙の形を知る物理学者アラン・ディグリッツ、これいないです、この物理学者。ヌイベルン理論の提唱により宇宙の形を知った物理学者ディグリッツには世界がどう見えているだろうか。C 死は存在するか、ゼロポイントフィールド仮説。死は存在しないと主張する世界中の学者医師たちの死生観に迫る。 D 凶悪グループインフルエンサーエデン。世界中の有名インフルエンサー、TikToker が集うグループ、エデンはフォロワー数操作により暴力を貪る巨大詐欺組織だ。実際の事件をテーマにした、ないけど、ありそう。ありそうのないけど、実際ある。E、世界一演技が下手な女優、リザ。シリアスなシーンでも笑いが起きるほど演技が下手だった女優、リザは、なぜそれでも女優を続けたのか。すごいな。ちょっと待って。なんで思いついたのか。何してんの。F。呪術を扱う民族、下族はなぜ滅んだか。世界史上唯一呪術を使える民族として記録が残っている下族はなぜ殲滅されたのか。下族は滅ぼされたんですけど、なるほど、他の民族やら他の民族に滅ぼされたんだけど、なぜその呪術を使える民族が滅ぼされてしまったのか。 G 開示請求で人生終了。SNS で芸能人を誹謗中傷したことが原因で逮捕されてしまった N 氏のその後を追うというドキュメンタリーが、タイトルバーンって7つ出てたとして。なるほどな。サイがどれから見たい。楽しいこれ。まず全部作ってくれ、本当に。ないです、こんな。本当に全部ドキュメンタリー作ってくれ。こんな学者もいないし、アランディグリッツもいません。アランディグリッツいない。いくらでも移動できる。アランディグリッツいません。こんな一番最初に見るやつから。そうね、そうね、そうだね、好きとかじゃなくて、どんどん後で見るみたいな感じ。そうそうそうね、うん、まず真っ先ににしてね、から1位ってことだね、うんうんうん、これ両門ですね。これ嬉しい。これ両門ですね。それ言ってくれるの嬉しい。これ自分で当てて気持ちいい。何してやるの。俺今作って参加して何やってる。何してる。俺今何してる。俺勝手にさあこういうの見るかなって考えて予想して。それ何なん。ね、G 行為みたいなのにつけました。すごい、とんでもオナニーですね。作ったから俺から行くで。はい。まあ、上から CGD。 ほう、まあ、CGD。 死は存在するか、開示請求で人生終了、うん、凶悪グループインフルエンサーエデンの順なんですけど、まあやっぱスピリチュアルのよりも C が一番上に来るんじゃないかという
予想。なるほどね。押してるけど、もうお腹いっぱいっていう可能性もあるかっていう。そう、逆にもうサーヤが私が知ってる以上のことないだろうで切ってる可能性もあるけど、まあでも見るか。でもまあ見んじゃないっていう感じ。なるほど、ね、そう。で G と D は似てるんだけど、こういうなんか転落人生とかなんかブラックな社会のところ好きなイメージはあるのよな。そのティンダースインダラーとか。はい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 。懐かしい。ティンダーで詐欺した人のね。うん。とかはそのハッピーなヒューマンドラマとかよりこっちのなんかダークな方好みそう。で特に SNS とかは自分も重ねられる部分あるからあるんじゃないっていうのと。グループインフルエンサーが落ちぶれてくところみたいなのもなるほどね。意外とそのなんか好きな事件なんちゃうのっていう CGD です。はい、うん、じゃあ俺行くか、うん、はい、私は、GDA ですね。あ、 A が俺と思ってない。 A ね、やっぱり急ぎで見なあかんなってやつは自分の業界に近いな, なるほどね。なんとなく、まあ、なんか見るもんないなって時は、なるほど、死のこととか死後のこととかで興味あることやけど、コロナ列で言ったら一旦は自分の近い世界、はい、まあ、ジミー・サビルのやつとか好きやったから、うん、あれは業界の話や言うたら業界の有名人起こりうることとかもやし、だからなんか近しいところで起きそうなリアリティ、自分にとってリアリティなところからで言うと、はあ、G が一番で、確かに。で、D、 なんか近いところにそうこういうやつがいそう、はいはいはい、うん、で、まあそういうのを見たらなんかこう違うドキュメンタリーの角度も見ときたいなっていうので、なんか珍しいなこういうのっていうので、A、なるほどね。このサッカー確かにまあなか、うん、意外となかったよなっていうので、うん、見てないなっていうね。強豪サッカー部の、まあ、100カメよね、言うたら。まあそうだ、そうだね。100カメでもここはしないもんね、あんまり部活とか。確かに確かに、うん、まあまあだから、ね、なるほど、こういうドキュメンタリーを見るのが3番手なんでも見たいやろうなと思った、普通に、うん、強豪校のこういう部分とか。俺行こうか、うん、俺じゃあ上から、うん、A、G、C。 お、なんか近いところで行ってんな、ね、近いところで行ってる。はあ。これなんかやっぱり C とかもまあ佐々さん多分興味あっておもろいだろうけど、うん、A とか G みたいになんかこう人がリアルに映ってってドキュメンタリー感がある方が好きだろうなと思った、まず。ああ、おお、なるほど。その呪術を扱う民族みたいな、この過去の話とかは、まあ偉い人が出てきて喋る感じになるじゃん、多分。はいはいはい、再現映像とか、うん。よりはやっぱ A とか G の感じが好きだろうなという。リアルな、そう。今の人間のね。そう。で、まあ人がそのドキュメンタリーじゃない追いかけてない系で一番興味があるのが C だと思うから、C を3着に入れて。なるほどね。で、A と G の順番迷ったが、そう、さっきの1個目サイさんが笑った時に、意外と恋愛の話が多かったと。さっきの3年間を元にしてる。そう。過去問から最初は GAC だったんだけど、抵抗と対策を思い出して、今日のババを見なきゃと。なるほど。今日のババは、おうちだと。サイは重ババになってる。重ババになってるから、A が意外と行くぞ。なんか変な感じになってる。だから A を行っちゃいました。青春とかそういうの。意外と見たいはずっていう。なるほど。言わずもがな G も絶対興味あるから。当てたいな。面白いですね。当てたいな、これ。じゃあ、行きますか。はい、3位から、ね。3位から。3位。ドン C。 C、 うわ、いいよ西田。でも C は入ってきてないよ。 C は入るか、まあ、3連服とかあるけど、はい、C は存在するか。ゼロポイントフィールド、うん、ゼロポイントフィールドって書いてあったらもう全クリックしてます西田。あー、やっぱそうなんだ。で、これを3に入れてるところよね。確かに、そう、1じゃないんだよ。で、なんで3かっていうと、もう見てる。で、やっぱそうだよね、ある程度ね見てる。やっぱそうだから、
まあ、順位は落ちるけど確実に後で見るのよ。なるほどね。優先順位がちょっと低いだけでも絶対後で見よう。そっちか、うん、そっちだもん。でももうその時間を楽しみにしてる。もう早く今見てるドキュメントを終わらせてそっち早く見たい。はいはいはい。でやっぱその私は死生観っていうもの大好きだから、うん、あと本当に死は存在しないって信じてるから、うん、これがね、なるほどね。そう早くそれを立証する人が増えてほしいと思ってるんです。なるほどなるほど。ってなってくるともう死、はい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 、死生観はもう一生追いかけられる。あ、死生観好きなものやつだけど見終わったらまあね、うん、っていうのはやっぱこれ入りますから。なるほど、はい、今のところ2社だからこれもう全部で僅差です。でもこれ絶対でも G は絶対入ってくるはず。いきます。はい、2位 G。 うわっ、うわーやばっ、これあったんちゃう。きたぞこれ、きたぞ。俺もまだ一番きたぞ。でも G っぽいの。いや G は入れるよ。G はやっぱ来るか。 G はめっちゃ脳汁出るこれリアルの競馬と同じぐらい脳汁出るのこれすごいな。解説で人生終了、うん、私のそのパターンとしてめちゃくちゃ遠くの話、そういう死の話、はいはいはい、もう立証しえないやつ、うん、とめちゃくちゃ近い話がどっちかなの。はあ、うん、なんかちょっと近いし、ほんとそう、うんうん、自分に関係あること。なるほどね、芸能界というかね、うん、そう SNS とかね、うん、っていうのもあって一回まあここぐらいにしとくわ。なるほど、かなと思ってた、うん、そうで、やっぱ開示請求っていう結構ホットなワードなのと、うんうんうん、何がいいかって、その誹謗中傷して逮捕されてるっていう一、うん、回この結末があるんですよ。なるほどね、はははは、そこももうあらすで見えてるところね。そうなんですが、っていうのを踏まえて、うん、踏まえて、そうやろ。いや、CG を今、西田は結構来てる。これ来て、俺も D が来たら、プク、あ、プクね、3連プクがいける。ってことは、どうだ、言いますか。はい、1位、F です。 F! うわ、下族だ。下族見る。あ、もう、ほんと見たい、今一番。あ、確かに1位なんだ。存在しないのがきつい。なんだよ。この動画がないのがきつすぎる、今。タイトルだけで。すごい心躍ったのに。さやだった。クリックできないっていう、スラスラ今、でかすぎる。タイトルだけで食らっちゃってる。めちゃくちゃいい、テーマが。最初の問題の時のお前どうしたんだよ、お前。チェーンなんか一番見たくない。学校入り直したい。恋愛のババだっただろ、お前。違う違う。やっぱこの、競馬って。恋が走るババだったろ、今日。全く、もう、サッカー部のなんか別に何とも思わない。悔しい。すごい。A 以外で考えてた、通に。悔しい。いや、これもね、俺も過去論で由来だと思う、多分。いやー、そうだよ。F、マジでいいな、これ。そう、民族っていうのがめちゃくちゃ好きなワードなんですね。で、上智時代もずっと民族学を習ってたんです。なるほど。で、呪術ね。これはね、陰陽師ね、原理陰陽師、なるほどね、仏教ね、そういう系の話大好き。いや、結局それは見てるもんな。そうやな。で、しかもそっちかよ、これ滅ぼされてるんですね。うん。じゃないよ、このドキュメンタリー。これないよ。家族は何者かの手によって滅ぼされてる。ないよ。それは陰謀論ね。ないよ。何かしらのその利権が絡んだのか。ないよ。ね、逆にその呪術を上回る呪術を持ってた民族いたんじゃん。この民族いないよ。検索者出てくる、ほんまに。ないよ。俺が適当に作ったドキュメンタリー。私が好きな要素全部詰まってる。事件、民族、呪術、歴史。すごい。はあ、なるほどね。刺しすぎた。F は刺しすぎた。F がないことは今ほんとつらい。全員 F ないや。帰りに見たい、福岡から東京までの。F か。そう、で、なんでここ G なのかっていうと、うん、D ね、入れてたけど、うん、D はそちょっと こいつらが得してるんですよ。はいはい、はい。あ、なるほど。エデンがちょっといい思いしちゃってるんですよ。それ見たくないですよ。若干これでカリスマ性になっちゃうんかな。そう、取り上げられて、ね、で、Tinder だっけ、 Tinder の、うん、Tinder 詐欺師の時も あれって最後ちょっとなんかこう あいつが一瞬得するんだけど、人気者になったもんな。そうだけどやっぱ最後の方で巻き返せてるんですよ、うん、だちゃんとその悪役が嫌な思いするっていう結末付きじゃないと見れなくて、はいはい、あ、なるほど。エデンはちょっとね、かっこよく見えるんじゃないかなっていうのがあって、なるほどな。サムネがちょっとかっこよかったし見ないだろうなと思ったんですよ。確かに、なるほどね。エデンのファンがいるだろうし、そう、 G はこいつちょっとちゃんと天竺出してんじゃないかなって、なるほど、なるほど。サムネまで想像してた
B、 え、全部浮かんだよ。サムネまでちょっと美化された感じした。全部浮かんだ。確かにみんながこうシャンパン持ってるサムネね、エデンが。下族に関しては金の棒持ってるもん。ないないないんだよ。ないよ。下族いませんよ。下族。白髪のじいさんの子。ないんだ。なんでこんな細かく出るの？下族。あんの？でたまにサムネ変わるからネットリックス。そしたらあのこう座禅組んで煙吐いてる。下いやいないよ。下族いないよ。いないよ。勝手にやんないよ。下族の。長老みたいなやつが。煙の中に何か見るんですね。ああ、占いなの。なんかその、サントニー当たってたけど、全然違うわ、ね、西田。惜しかったね。全然惜しくないわ。2人惜しかったね。A を入れた時点でももう全然違うわ。違う、ラッキーで当たっただけ、C、G が。恋愛のババとか言ってた。ライプが実質本当はね。うん、確かにね。近かった。近いとこにいたけど。いや、下足見たいよ。だし、そうよ。俺でも外したけど、やっぱ F、最後に俺入れたのよ、この。選択肢作るときに、はい、呪術ってワードが俺に降りてきたときに、うん、すっげえなさやなと呪術の民族すっげえな。これお題考えるのすごいな。すごい。もうしかもそう特盛状態殲滅そう滅ぼなんでって、うん、呪術で追い返せないってなんでそうっていうとこに惹かれるだろうなとか思ったけど、こんな刺さると もう一個あの呪術作るんじゃないかと思ったもん。こんな刺さると思う、真っ先に見たいかと思わなかった。こんな刺さると思う。はぁ、なるほどな。これ見るね。恥ずかしい強豪サッカー部の入れたの。あ、そう、俺的にはあの引っ掛け問題ですね。恥ずかしい。いや、そうだろうなと思った。でも、いやでも、ライブは絶対これ入れないだろうな。でも時間あったら究極に時間あったらさ、見るかもぐらいの。いや、1位にする勇気はなかったわ、さすがに。全部見切ったらええいくな。そうよね、全部見切ったね。今日は恋が走るって聞いてたから。違う。下族です。下心、恋が走るって俺聞いてたのよ。競馬脳や。で、これすごいね、やっぱ、外してもさ、あの、納得するな。まあ、すごいわね、説明された答えだからね。いや、これすごい良かった。良かった。いや、すごいわ、いろんなお題やったら。3連単やってみてね。まあ、仲間内で仲いいやつでやるんだったら、そいつに向けたお題考えてもいいわけだもんね。あ、そうよ。こうやるね。私なんかいろんな種類あったから、多分、人によって変えたら。確かに確かに。あと、やっぱちょっとね、大人だったら若干こう、エロに触れる可能性もあってね。確かに。そっちもいけるもんな。お題勝手に考えてね。確かに。好意中にされたら嫌なこととかね。ああ。どっからが浮気かみたいな。とかね。そしたら合コンとか盛り上がりそうだな。盛り上がる。そっちには行ってほしくない。いや、全然、今のところないけど。これのさ、ピンクバージョン作ったらいいじゃん。で、スタンレンタル。それ考えさせてよ。今ちょうど考えてる、その恋愛版。うわお。18禁を18禁まで行くかどうかなっても、まあ、確かに盛り上がるかもね。ブースターパックみたいなの作ってよ。ダメ？いやいや、作ろうと何だろう。話してるよ、今。ここに18禁っていう。そう、なんか。シミケン監修っていう。いやいや、ダメだろ。シミケンさん監修はちょっと。入っとるよ。カバンの中に入ってたら嫌なものみたいな。あー、なるほど。A、アナルパールみたいな。うん、嫌ですね。1位だろ。いやー。1位だろ。ですね。いや、アナルパール入ってたら嫌だろ。1位だろ。アナルに入れたいものだったらでもアナルパールも入れるよ。そしたら何その3連単。アナルに入れたいもの、金棒とか出てくるよ。やだよ、入れたくないエクあたりで入れたくない。カバンに入ってたら、あ、いや、嫌やろ。怖いな。いや、でもめちゃくちゃ汎用性高くて、おもろい、いいシステム、嬉しい、素晴らしい、よかった、嬉しい、ありがとう。皆さんもやってみてね。やってみてね。こんなの近い。 GA まで一緒だよ。F、 あ、そう、ドラマが入ってきた。おお、あら、マジ？ドラマ入んないっしょ。私は、これじゃあ行ってみようか。うん、 B、D、E です。 B、D、E、 あ、B、 え、若手ツッコミ芸人大集合特番1位。あれ全然違うんだけど、求めるものとさ、やりたいことって違うね。なるほどな。こんな空気になる。何？ネットフリックスドラマあるぞ。すいませんでした。史上初だよ。親と喧嘩した後みたいな。3連単でこんな。一番盛り下がった。盛り下がることもあるんかい。